2020年の夏季五輪開催地が東京に決定した瞬間を、都内で開かれたパブリックビューイングで見守った人たちは、この一体感で7年後まで行きたいと喜びを爆発させた。1964年の東京五輪でレスリング競技の会場に使われた世田谷区の駒沢オリンピック空園体区間。約2500人が詰めかけ、国際オリンピック委員会 IOC 総会を中継するスクリーンを緊張した表情で見つめた。 有力候補とされたマドリードが落選、東京が決戦投票に進むと期待と興奮は最高潮に。午前5時20分、東京と読み上げられると、会場は大歓声に包まれた。東京コールはやまず、万歳が繰り返された。